生物システムユニットの貝沼です。私たちは OIST のプルーフオブコンセプトプログラムと沖縄県の支援を受けて低メンテナンス低コストの養豚排水処理技術の開発を行っています。養豚排水は量が多く有機物、リス、窒素、リンの量濃度が高いことが特徴です。活性汚泥法というのは一般的な排水処理技術ですが、罰金による電気代が高く、また余剰汚泥を発生するため引き抜きが必要です。私たちの養豚農家さんへのヒアリングでも低メンテナンスで排水処理コストが削減できれば嬉しいといった声を多く聞きます。また硝酸という窒素は高濃度で放流をすると人体や環境に影響を与えます。今現在の排水処理では約3割ぐらいの農家さんが将来的に一般排水基準の達しないといった、実態調査の結果があります。私たちは平成29年度より沖縄県環境科学センターと県畜産研究センターと一緒に有機物と硝酸を同時に処理する排水処理技術の開発を行ってきました。これは微生物が電極で呼吸をするといった性質を利用しています。これまで2リットルのラボスケールで概念実証を行いました。そして30倍の65リットルへスケールアップし畜産研究センターの排水処理現場で実証試験を行いました。これにより酸素を必要としない電気処理ですので余剰汚泥がほとんど発生しない、そして電気代の削減も可能となりました。既存の排水処理施設と併設することにより約2割から5割のコストダウンが見込まれます。この技術の難しいところはスケールアップの実現です。私たちは大手排水処理メーカーの日興株式会社と共同で工学的に改良されたスケールアップ技術に取り組んでいます。現在525リットルの装置を構築し実証実験、そして性能評価を行っています。沖縄県の食卓に豚肉は切っても切れません。将来私たちの技術が養豚農家の皆さんに導入され、持続可能な畜産業、沿岸生態系、水産業、そして観光資源の保全につながれば嬉しいです。そして沖縄県から発信し全国的に利用されることを願います。最後にこれまでサポートをくださったプルーフオブコンセプトプログラムと沖縄県に感謝申し上げます。